こんにちは、カラスレーナ小次郎です。今回の動画では裏回し蹴りを使う時の体の使い方をよりやりやすくするためのアプローチ方法をお伝えしていきたいと思います。で、裏回し蹴りで巻き込みをする動きがあると思うんですけど、イメージで言うと相手が来た時とかに体はどちらかというと右方向に、ひねって、こちら足に関しては左方向という感じで別々の動きをする、シーンがあると思います。このような感じで体はこっちで足はこっちに巻き込むみたいな、こういう動きになるんですけど、このずれ合う動きっていうのが、うまくできるかどうかっていうので関わってくるのが、骨盤が右回転をして股関節は左回転っていう感じで、骨盤と股関節っていうのが別々に、このように動きが、され合うことで、裏回しの巻き込みの範囲っていうのが広がって、より裏回しがやりやすい、骨格作りっていうところに役に立つと思います。ということで、ここからは、股関節を実際にどのようにすれば、股関節を開きやすくなるかっていうところをお伝えしていきたいと思います。はい、ではこのように壁があるところを使って、調整をしていくんですけど、イメージは簡単なんですけど、このように仰向けになります。で、こっちが蹴る方の足だとした時に体をこっちの右方向に倒す、裏回しで言うとこのシーンですね。体はひねる、股関節こっちっていう、そのシーンを、イメージして、壁に向かって筋肉含めて外側に足を開きます。その足を外に開いた動きに合わせて体を横に開く、こういう動きになります。股関節の付け根の方から体を、股関節を開きながらその勢いで体を横に倒す、要は上半身、体と足の動きっていうのが別々の動き、こういう動きですね。これを10回ほどこのように両方動かすイメージで、視点はこっちなんですけど、股関節を意識して股関節を外に開く、これを10回ほどやっていきます。はい、このように、10回ほど股関節はこっち、体はこっちっていう感じで別々の動きをちょっとやっていただいてから、蹴りの動きに入っていきます。今の動きを、やっていただいてから蹴りの動きをすると、体はこっちにひねる、股関節はこっちに開くっていう感じで、体がよりいつもよりやりやすい感じ、特に硬くてうまく体が使いこなせてなかった人は、違いを感じていただけると思います。で、これは今の片側だけやったんですけど、両方やっていくことで股関節の動きっていうのが両方良くなって、相乗効果で、蹴りのパフォーマンスっていうのにも向上していくと思うので、できるだけ両方やっていただいて裏回しにつなげていただければと思います。で、もし裏回しがうまく回らないっていう悩みをお持ちの方は、これ一人でもできるやり方になるので、ぜひ取り入れて裏回し習得してみてください。今回の動画は以上となります。このチャンネルでは空手選手へ向けてパフォーマンスが上がるような内容だったり、悩みを解決するような方法をお届けしています。他にもこういうこと知りたいとかあれば、ぜひコメント欄に書き込んでください。あと、チャンネル登録と評価ボタンもぜひお願いします。今回の動画は以上です。ありがとうございました。